第1戦はアビスパ福岡が1対0で勝利を収めました。引き分け以上で初めてのカップ戦決勝進出が決まります。そして今度が左足でクロス、斜めのクロスを入れました。そこに前がワントラップしてのシュート、ミドルシュートを1本放ちました。ただしかしここはランゲラック好セーブ、ゴールの中央を構えています。前も入ってきている。その三国のヘディングか、まだボールが混乱としている。入ったか、ゴールだー、アビスパ福岡先制。最後はウェリントン、ちょっと混戦の中からね、前半5分、いきなりセットプレーから三国ターゲット、こぼれたところウェリントン押し込みまして、アビスパ福岡先制。もう一度森下、右からのブランダ製のクロス、ユンカー、すらして、長いだー、同点に追いついた。前半の21分、オフサイドです。福岡からしたらヒヤッとした場面ですよね。得点取り消されて VAR の結果オフサイド、ペナルティーエリアの中からシュート、少し巻いてきました。ただランゲラック好セーブ。相手陣内でボールを奪う、ここも激しくいく、ユンカへ、ユンカボールキープ、中に入った、切り込んで長いのシュート、わずかに PK だ、PK の判定、ユンカーファールをもらいました。主審の今井さん、 PK の判定を取りましたが、今 VAR で確認をしています。オンフィールドレビューの結果、PK 取り消し。ユンカー狙ったか、森下、ドグラスがつけている。そして長石好セーブ、今日何度目だ。いよいよ新たな歴史の扉が開きます。ヘディング、ここも長石、最後まで集中力を切らしていません。ちょっと足もたれる藤野シュート、ここも長石がキャッチ。そして今村さんの長い笛、アビスパ福岡クラブ史上初の決勝進出。